レトルト、実況者で先輩後輩言ってるやつ一番しょうもないんだから笑い。モコにぶっ刺さり。レトさんみたいな人がそういうこと言うと思えないんだけどな。名誉毀損で訴えられないそれ。お前のそのコメント。聞いてますか？先輩後輩っている いるのかな？実況者の先輩って何？先輩って何？実況者のさ先輩たちがさ誰だよ実況者の先輩って何？俺らの先輩たちが俺らにおいて実況者の先輩って何？いるのかな聞いたことない実況者で先輩後輩って言ってるやつ一番しょうもないんだから聞いてますか言ってやるよ実況者の皆さんてかいないそんなやついないからだって楽しそうこいつらはぁ別に俺先輩後輩みたいなあんま俺言わへんけどな。まあ、言ってたとしてもまあ別にその友達そのグループっていうか別に一緒じゃない？そのねこういうグループもその先輩後輩っていうのもグループやん。友達だろうがなんだろうが確かに上下関係確か年あんまでもそうやな。おえちゃんとか年上やけど別に敬語使うもんな。年上やからつって敬語あーでもいや使うわ。でもうんこちゃんとかは使うな。ゆゆまあ、活動時期時期で言ったら俺の周りに俺より先輩みたいなやつおらんけどな。確かにそもそもうんこちゃんと俺まあでもうんこちゃんの方が実は早いねんけどな。あれ6ポケが俺より後なだけで、うんこちゃん確か何やったっけ、ロマ坂かなんか実況したもん、おぶち時代みたいな。あれ別に本人も触れてるよねあれって。いやーでもなんかこうグループで和気あいあいとこう動画撮んのクソ羨ましい。なんかグループで動画撮りてえ俺も。周りのやつだってたまに配信で絡むぐらいじゃないか。この間のマイクラみたいにさ、なんかそう定期的になんかそういうグループでやりてえ俺も。